たとえ何もできなくたって僕は絶対にそこにいる。お前に恩返しすることが今日から僕の生きがいだ。いいからパンツを返しなさい。 ダメだよ。言葉の意味はちゃんと覚えないと。スパシーボ！ドラマツルギーが仕事、エピソードが市場で吸血鬼を買っておるのだとすると、ギロチンカッターは使命で吸血鬼を買っておる。私のパンツ見たくせに、しかもじーっと見たくせに。僕は現実に戻りたいよ。戻れるよ、きっと。私は あの子の母体を無事に奪い、我が物としています。吸血鬼となって、ちょっとおしゃべりしてみたいかなって。ざけんなよ！荒木くん、まだ諦めちゃダメ。お前にできることはある。待っててくれ。新学期、あの学校で、またお前とおしゃべりできることを、僕は心から楽しみにしている。はるか、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 は